はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。皆さんがハマってることは何ですか？最近流行ってきた DIY と答える人もいるのではないでしょうか。作りたいものは自分で作る世界、ハマってから気づく抜け出せない沼でした。そんなブッチャー、今日はクラフトコーラを作ります。それでは早速やっていきましょう。あー、今日はよく動いたな。飲みたい気分だけど、ここ最近飲みすぎだよな。よし、そんな時はキンキンに冷えたコーラが正解です。栓を抜く作業ってコーラへの期待値を上げてくれますよね。くぅ、こりゃたまんねえ。俺の勝ちです。もう飲んじゃったけどまだ飲みたい、ならば作るのが俺の流儀ということで、今日は俺のコーラを作ります。俺のと言っていますが、ジャンルで言うと最近見かけるクラフトコーラというやつです。コーラの語源はコーラナッツという木の実とされています。アフリカの熱帯雨林に生えているもので、現地の人が競争効果を狙ってコーラナッツを噛んでいたそうです。アメリカでコカ・コーラが発明されたのは1886年頃ですが、コーラは当初薬として販売されていました。薬剤師であったジョン・ペンバートン氏は1880年頃、奇跡の植物として注目を集めていたコカを使い、ワインにコカの成分を溶かし込んだ飲み物を開発しました。コカが入ったコカ・コーラは戦争で傷ついた兵士や上流階級からも支持され、国民的飲料になりました。その後、コカが入っていることへ国民の不安感が徐々に高まったため、1903年、コカ・コーラからコカが除去されました。この当時、法律上、コカは合法で、アメリカでコカが正式に禁止となったのは1922年のことでした。もちろん現在のコーラにはコカは含まれていないので安心してください。クラフトコーラは手作りコーラという意味で、調べてみると結構定義が曖昧でした。なので今回は味を探りながらいろいろ試して自分好みのコーラを完成させちゃいましょう。前にも動画で取り上げたホールスターの東京クラフトコーラの裏面に材料が書いてあったので見てみましょう。この原材料は砂糖、オレンジ果汁、みじん切りオレンジ皮、レモン果汁、生姜汁、オールスパイス粉末、シナモン粉末、カルダモン粉末、ナツメグ粉末、ホアジャン、コーラナッツ粉末、黒胡椒、唐辛子、pH 調整剤。ふむふむ、なるほど。柑橘系の香りにシナモンやクローブあたりの甘いスパイスが必要ですね。そこに黒胡椒やホアジャン、唐辛子を加えてスパイシーにすれば良さそうです。要はコーラは砂糖の水と考えればなんだかいけそうです。ではオリジナルを作っちゃいましょう。まずはレモン、オレンジ、ライムを切ります。鍋に水を入れて、レモン、オレンジ、ライム、生姜、シナモン、八角、カルダモン、クローブ、ブラックペッパー、コリアンダー、陳皮、ナツメグ、バニラ、砂糖を加えてよく混ぜ合わせます。フライパンに火をつけて少量の砂糖と水を加えて色がつくまで混ぜます。本格的な色付けをするならばコーラナッツを使うそうですが、今は着色料で色をつけるのが主流のようです。茶色くなったカラメルを先ほどの液体に混ぜ押します。もう少しだけ煮詰めましょう。できたら瓶に詰めて完成です。それでは飲んでみましょう。いただきます。グラスに早速できたコーラ原液を入れて炭酸を注ぎます。そしてよくかき混ぜて飲んでみましょう。色が薄いんですけどどうでしょうかね。うんうん、クラフトコーラって感じがあります。薄味だったのでシロップを足してみます。もう少しシロップを煮詰めてもコクが出て美味しいかもしれません。うん、これは何？と言われたらコーラですね。普段飲んでいるコーラより香りが豊富です。クローブとか八角の香りは強すぎちゃうので量を調整が必要ですね。やっぱりコーラといえばハンバーガーはお約束。自分でコーラを作った記念日に今日はマクドナルドでハンバーガーを購入してきました。サムライマックをいただきましょう。この肉厚ジューシーさ、甘じょっぱい醤油ダレと全体を引き締める胡椒のバランスが絶妙です。食べ応えがあるバーガーですね。ここで俺のコーラ、うん、ベストマッチもいいところです。この組み合わせいつでも無心で食べちゃいますよね。子供の頃から変わらない俺たちのヒーローです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。クラフトコーラいかがでしたか？コーラ作り、これはもしかしたら一生かけて遊べる趣味なのかもしれません。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。